冷やし豆乳担々混ぜそば。うまい、やばうまうまい、むちゃくちゃうまい、抜群にうまい。精神が強いものじゃないとこのエリアは召し上がれません。精神にとって特の部屋です。はい、皆さんこんにちは、どうも。今日からこちら東京ディズニーランドのチャラボイジャー来てますよ。はい、チャラボイジャーね、夏といえばチャラボイジャー、そうです。またまた冷やし麺ですね。今年はですね、ローストビーフの冷やし豆乳担々混ぜそばっていう、まあ、要は冷やし担々麺ですね。はい、こちらが新発売になってます。これ今年初ですよね、去年とは違いますよね。めちゃくちゃ楽しみにしてました。これね、暑い季節が美味しいと思って、わざと暑くなるまでこれ今回食レポを寝かしてました。なのでね、今日7月の下旬でね、気温37度あるんですよね。もう冷やし担々麺にうってつけの天気です。めっちゃ楽しみにしてきました。じゃあ今から行ってきます。はい、買ってきましたよ。2024年のチャイナボイジャーのボイジャーセットですね。はい、こちらがね、ローストビーフの冷やし豆乳担々混ぜそばくるみ入りです。めちゃくちゃうまそうだ。もうね、冷やし担々麺大好きなんで、しかも豆乳でしょ、これ絶対美味しい、もう間違いないよね。しかもローストビーフだよ、うわ絶対美味しいやん、こんなのが。はい、いただきます。まずね、割り箸もらいました。割り箸は言うともらえます。でね、今回ね、この冷やし豆乳担々担々混ぜそばっていうことで、豆牛の冷やし担々麺だと思うんですよ、ベースはね。はい、でね、僕はですね、セブンイレブンの冷やし豆牛担々麺大好きなんで、当然あれとの味比べ違いも気になるよね。でも絶対ね、セブンイレブンよりか美味しいと思うので、めちゃめちゃ楽しみです。このね、担々麺のこの何、ジャージャー麺みたいな、この肉味噌とこの豆牛のこの辛みっぷりが美味しいんだよね、豆乳担々麺ってね。あとこれ跳ねるね、これ要注意。またこれ麺とのソーシャルディスタンス、やばい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 。じゃあ早速ちょっと食べてみようか。汁なし担々麺って感じだね。いくよ、いただきます。お、うん、思った通りだ。あー、うまい、やばうま。ほんのちょっとピリ辛だね、担々麺だから。肉味噌と豆乳のブレンドっぷりがたまらんな、これむちゃくちゃうまい。もう一回、うまい。具がね、サラダなんだよね、レタスとか人参とか。だからね、厳密には冷やし担々麺って言ってないんだよね、あえて担々混ぜそばって言ってるんで、チャイナボイジャーオリジナルの冷やし麺ですよね。なるほどね、混ぜそばなので汁気がほとんどないっす、ほぼ汁なしっすね。いや、この肉味噌が甘辛くてほんと美味しい。これ、この肉味噌、これレギュラーメニューにしてほしいな。冬は普通の担々麺で、夏は冷やし担々麺で、担々麺レギュラー希望。やばい、抜群にうまい。セブンイレブンのね、あの冷やし豆乳担々麺をこれ超えてるね、むちゃくちゃうまいわ。うわ、これくるみの食感もいいね、すごい。こいつはめちゃめちゃクオリティ高いよ。これね、あのウッドチャックとかプラズマでも冷たい麺売ってるけど、絶対これがナンバーワンの優勝だね。他食べてないけど、食べるまでもないと思う。これうますぎる、これすごいわ。ただね、これ暑すぎて、今気温がまずね、日陰は全部取り埋まってるんだけど、日向とか暑くてガラガラで、暑すぎてチャイナボイジャーが空いてるっていうね、暑すぎ。まあおかげでね、5分も並ばずに買いましたけどもね、時間12時50分で1時前なんですよ。ちょっと待ってね。はい、今ね、このぐらい食べてます。でですね、ちょっといいですか、これ見て、これチャイナボイジャーがこれよ。日陰にね、一部のゲストが固まってるぐらいで、あとこの台風サールの中、そこそこ混んでるんですけど、屋外テラスのダイニングエリア、ガラガラなんですよね。いや、もうめっちゃ不人気。いや、まあぶっちゃけね、空調の効いたね、そういうダイニングエリア、空調の効いたレストランで、やっぱみんなね、食事は取りたいですよね。今これ食べてても正直暑いもん、日陰っていうだけで。でも僕はね、チャイナボイジャーのこのダイニングエリアって僕は嫌いじゃないですよ。やっぱこの
アウトドアな感じがいいよね。水の音もするし、このセミの声とかもね、本物のセミなのか仕込みの音かわかんないけど、リアルに本当に虫いるしね。現に今ね、アリンコとか今足食われてますよ、はっきり言って。アリンコだらけでね、虫がすごい、ここマジで。なんだけど、アウトドアのところもこのチャイナボイジャーの醍醐味ですよ。いや、ほんとうまいな。これ最後ね、食べていくと味がどん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 濃くなるの。要は肉味噌が余ってきて、最後これ辛いと思うな。で、僕の食レポを見てくれてる方ならわかると思うんですけど、僕名古屋系のね、これ名古屋県出身なんで、あの名古屋県って経済圏って意味ね、岐阜なんだけど、岐阜はあの名古屋の植民地なんで、こういう濃い味が好きなんですよ。だから僕的にはね、このぐらい濃い方がいいんですけど、でもこれね、薄味が好きな方だとね、最後これ濃くて食べれないと思う。すごい最後の方がやっぱこれ濃いね。麺とかこれ足したいもんな。替え玉とかあったらちょうどいいよこれ。さすがの僕でもしょ、これ辛いね、これ。いやー、いいわ。担々麺はね、砕いたナッツが入っててなんぼなんで、くるみが入ってるのいいね。で、豆乳でしょ、卵でしょ、ローストビーフでしょ。いやー、これ淡白、脂質と糖質とバランスもいいと思う、栄養の。これはすごい。普通のレストラン系、街のレストランとかファミレスとかでも全然通用するね。これはうまい。これはね、普通にラーメンの食べ歩きしてるブロガーとかインスタグラマーとか YouTuber の人にもこれ食べてほしいね。普通のラーメン屋としてこれちょっと評価してほしい。むちゃくちゃうまい。最後のスープ、だしはもうお好みなんですけど、これは僕全部飲んじゃいますね。電源良かったも取ってきて、電源いらねえかなと思ったけど、これ最後の最後も必要だね。最後の残りね、スープ全部食べるんで。美味しい。はい、完食です。はい、最後はね、食後のデザート、ランギ豆腐です。まあこれもいつも通りなんで、このアンギ豆腐食べながら総評いこうか。もうこれはね、パークのクオリティ超えてるね。普通の街のラーメン屋さんとかのメニューでも十分通用するぐらいめちゃうまだと思います。まあ大抵ね、冷やし担々麺って美味しいんですよね。この甜麺醤の肉味噌かな、甜麺醤が大体美味しいので、甘辛味噌、ジャージャー麺なんか あの甘辛の肉味噌がかかってて、でそれをまあ豆乳で割る感じなんですよね、今回ね。で僕はですね、今ダイエットやってて継続中で、いつも豆乳飲んでるんですけど、今朝も飲んできたんだけど、豆乳大好きなんで、あと脂質を取るのにナッツも有効なんですよね。クルミアーモンドとかのナッツも上質な脂質が取れるんで、で今回卵も入ってて、でローストビーフってタンパクも取れるし、で麺でね、あの糖質も取れるんで、これ本当にこれ完全食ですね。素晴らしいメニューだと思います。美味しくて栄養のバランスもいいし、完璧ですね。ただね、味が濃いね。最後僕ね、ペロッと全部ね、レンゲで全部ね、汁一滴も残さず全部完全完食しましたけど、最後の方味は濃いです。だいたいラーメンって最後味濃くなるよね、このチャイナボジャーに限らずね。だからチャイナボジャーは特にそうだよね。なんかマーバーかけ麺もね、最後濃いし、だから多分このメニュー食べたことある人から見たらね、皆さんこれ最後全部食べちゃうのってね、ちょっと驚いてる人もいるかもしれない。はい、でも僕はね、味濃いの大好きなんで、もう上等ですよ、このぐらい。あとね、さっき言ってる通りね、これパークのクオリティを超えてて、普通の食べ歩きレベルの美味しさなんで、これもしですね、ラーメンとかのブログとかインスタとか YouTube とか見てる方いたら、これその人にぜひ教えてあげてくださいよ。なんか普段ラーメン紹介してるね、3食ラーメンだんっていう人も多分いると思うので、いますよね、そういう人。もうラーメンだったら俺に任せるみたいな、そういう人にですね、ぜひこれコメント欄でね、なんか YouTuber の人がなんかチャイナボイジャーの冷やし担々麺めちゃくちゃ美味しいって大絶賛してたんで、よかったら食べてみてってね、ちょっと宣伝しといてください。本当美味しいんで。はい、特に今35度超えだとね、ガラガラなんで大チャンスです。
これ涼しくなってくると絶対これいっぱいになって食べれないので、今この酷暑35度のこのなんかね命の危険レベルのこの猛暑だとねガラガラですんで、はい、最後もう一回お見せしますね。ちょっと待ってね、はい、今絶賛杏仁豆腐食べ中ですね。で完食です。いいですか、見て誰もいない。はい、僕の後ろにねカップルがいるだけでね、見てこれガラガラです、誰もいない。マジです。マジか。あ、今ですね後ろのカップルも席を立ってるっぽいので、はい、このダイニングエリアに食ってんの僕だけです。暑すぎるだろう。はい、わかりますか、僕の後ろ誰もいない、誰もいない、誰もいない。ほら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 、わかるわかる、ほら誰もいない、誰もいない。あ、今一組来たけど暑いから帰ってくちょっと待って、はい、みんな尻尾を巻いてあの場所変えてきます、暑いからね。これはやばい、誰もいないもんな、もう罰ゲーム、罰ゲーム試されてますよ、精神力が試されてる、やばいよもう。はい、もう精神と時の部屋状態ですよ。はい、精神と時の部屋もね、若い頃の孫悟空はねもう気が狂うほど退屈で1分もいられなかったってそういう逸話もあるぐらいですからね。はい、35度超えのこのチャイナボイジャーの屋外ダイニングエリアはもう精神と時の部屋です。もう厳しい鍛錬を超えたものだけがこういられることができるというね、はい、精神が強いものじゃないとこのエリアは召し上がれません。うまかった、もう完璧ですね。はい、以上東京ディズニーランドチャイナボイジャーの2024年のボイジャーセット、ローストビーフの冷やし豆乳担々混ぜそばくるみ入り、むちゃくちゃ美味しかった、おすすめです。これですね840円、全然あるでしょう、こんだけ美味しかったら合格です。何度も言う通り本当にね街のレストランに負けてないぐらい本当に普通に美味しいので、ぜひこれね普通のラーメン好きの方、麺好きの人にぜひ食べてほしい、ね、ラーメン大好き小池さんじゃないや、ラーメン大好きなこのブロガーさん、インスタグラマーさん、 YouTuber さんもこれぜひ食べてみてください。むちゃくちゃ美味しい、はっきり言ってね僕 YouTube 出てこう食レポやってなかったらねもうこれで固定ですね。だって後悔したくないもん、こんなに美味しいのがあるんだったら下にひねってチャレンジして冒険して外すぐらいだったら絶対安心安定のこれで確定したいもんね。医療ね毎日同じメニューでもいいっていう人、まあ僕あのスキヤなんか行ってもねいつもねあの牛丼ライト大好きなんでいつも同じメニューなんですけども、このね下手なレストラン行って変なチャレンジで冒険するよりもこのチャネボジャーの冷やし担々麺の方が絶対多分、ね、YouTube やってなかったらでもこれフィックス固定ですね。はい、そのぐらい美味しいです、ほんとおすすめ、マジおすすめ。もうこれ2024年のね夏メニューのこれナンバーワン決まりですね、むちゃくちゃ美味しかった、おすすめです。じゃあねー。